で外側はうんと綺麗なんだよ、うん、メンテやってるから、うん、だけど溶接とアングルの組んでるところが錆びてんだって、うんうん、で外はさもうしピッカピカさ新車みたいに塗装やってるから、ただここのとこが漏れてるから中から、で中からでメンテができないんだって、くっついてるから、だからおしゃがさこの漏れが止まんないと、で錆び止めよ、うん、内側からしたん、内側から、あ内側からじゃない、外側から、内側からできないから、それで6815を使ってテープを細かいテープとクロス、あのカーボンクロスとガラスクロスのアイノコのやつを3プライ社長が使ったやつでテープ貼って、だからテープが5プライの積層品を、ここのとこ積層品したん、うん、で6815を最初に歯ブラシでコーティングして、で8300のパテを肉盛りしてがっちり詰めて、隙間に全部幅20ミリぐらいで、テープでクロス張り FRP のラミネートで、6815と83の両方のペースト状にして、83だけだとパテじゃん、うん、で6815入れてペーストにして、それでラミネート、なんでネット使わないと、ネット使ったよ、金網を、あ金網は自由になんないし、5プライあれば FRP でもさ、この肉厚が3ミリちょっとなんだって、工事用のガラステープだ、うん、これガラステープ1枚を内側で、でこのクロスを3枚積層して、6815で3枚積層して、で最後にこのクロス、それでポリエチのシートでこのラミネート品をヘラで押し付けてがっちり空気も出して、で多分だから今日ポリエチのシートを剥がしてるはず、うん、で電熱でキュアして、で一応完了。だってなんでこれやったかっていうと、この83アルミパテだけでこの錆止めと漏れの修理やったんだよあいつで、ダメだった、で OK だった、で何でも持ってるわけだよ、うん、それで修理83だけでやりてんだって話が来たから、83だけよりもっとがっちりやった方がいいんじゃねえのと言ったわけ、うん、だから一個さ、これメンテできないとおしゃからんだってその局部だけ、うん、だって中からタンクが漏れたらさ許可なんねえじゃん、うん、だってこれでないやつだ、それの6815さ商品ないですもんね。そうだよ、6815がないんだもん商品が。あれだから非売品じゃないけど、あれオリンピックのエアリアルの選手に供給してるだけの話だもん。6815そのものじゃないけどさ、うん、いやだから北海道から売ってくださいって来たよ、うん、学校の先生のところ。そう6815はだから宣伝になっちゃうけど、柔らかそうでしょ、柔らかそうでもこう爪型のぐらい硬いんですよ、結構硬いんだけど柔軟性がある、うん、バキッと折れない。だから昨日さ、そんなことを説明してたらさ、逆に負けてさ、おろっとしてたからさ、そうじゃない、そうじゃない、誰が逆に負けたの、うん、工場長、やるやつ、こうに曲げんだっつってさ、これこうに曲げるってのもね、意外とこんだけ硬くて、引っ張りがすごいんだな、そう、折れないんですよ。だからね、社長ね、改造するにはうってつけですよ、ね、自動車の、うん、そんなになっちゃうんだ、そうなんです、ポリエステルだとね、うん、音立ててパリパリするんですよ、うん、だけどこれだとね大丈夫なんですよ、うん、で収縮がね10分の1ぐらいなんですよ、うん、で先生やったポリパテ使って、うん、板金結構クラックが3年くらい経つんですよ、出る
それがないんですよ。すごいもんだな。うん、まあまあね。これね、うん、誰かさんにも見せられるし、うん、いきます、はい。これ自分でだからそれ1年経つよ。ほら、あの出張してきた時のだ。それだからあれでしょ、オーナーさんに見せりゃいいでしょね。十分だね。うん、十分すぎら。それでネジ止めしてあるから、うん、いいでしょ。いや社長変なこと言うなと思ったんだよ。6815の強度がどうでこうでって言うからさ、うん、じゃあ一応それ持ってって、うん、見せた方が。これいいんすか、サンプル。いいよ。それ持ちたんだ、サンプル何枚か作った。あの1年前ですよ、ちょうどほら新幹線で来るとか来ないとか言って。ああ、ハネライトの。まあいただきます。どうぞ。だってそれ自分のだ。そういうことか。これのフォルクスワーゲンのこのヒンジのとこのね、うん、そうそう、このパーツね。だから全部の箇所を6815で行ってもいいもんなのか、うん、6815あれ2回塗った時には溶接なんかしてたの、もう1枚でしょ。だからあのなんだっけ、フェラーリじゃないけど、うん、あれこれ知ってたらこれ塗っちゃうもん。6815ね。ああ、ゴムのあの全塗装を吹き付けやる前にこれ塗っとかないと意味がない。意味が無理だもん。あの黒のあのゴム、錆止めゴムのGバード塗っても、それ塗ってもこれ錆止め塗っとかないと。あれって年数たってさ、硬化したらパリパリひわれて。最初これやってるもん。でも未だに使わないでしょ。うん、使わない。だいち、あの知らないもん。6815自体知らないから。だからこれができないよ。うん、見えてるんで。ああ。どっちかというと中がもう結構やられちゃってるんです。中が。表本当だ。表貫通式が。が貫通してるんだね。うん、確かに。うん。でこういうとこは社長が言ったそのねガラスクロス。食端に。可動部くっつけてやろうかっつったら染み込ませればみんななっちゃいますよ。だって3回転エアリアルやるジャンプのやつが1シーズン FRP の補強してで壊れないんだから。スキーの板がですね。スキーの板がそれヨーロッパから最初トリノの前ね、国産でダメだって相談来たのは要するに 3、4回1日持たないんだから。それがその1日持たないですか。1日持たないんだから。それを1回1シーズン持たせるようにしたのが6815だから。話話せば笑っちゃう話だよ本当に。マジでそれは。でももう海外の方にもそういう話は言っとるでしょ。いやそうですよ。だから日本の国産のその材料を輸出でカナダまで輸出してるわけだから。社長、うん、そうですよ。カナダまで出してるんですか。いや僕は売ってませんけど、うん、あどうしても欲しいっつうからしょうがねえ、通関税関つか通関通して送ってやったわけです。ホワイト国だ。はあ、今初めて聞いたの。海外は輸出するの。だからみんなそれ使ってるわけですよ。要するに6815タイプのやつの補修材を使ってるわけ。これはもう6815で決定やね。うん、決定っていうか6815以外にないでしょ。他に材料あんのってやつですよ。みんなね不思議がある。おい、これどうやって溶接するんですか。ああ、どうやって溶接するんですか。そうだよね、溶接しか頭ないとね。なんと、お前溶接じゃなくて大丈夫なんかとか言うけどさ、うん、まあわかりますよ。大丈夫やろって。あのステンレスなんかで騙されてるからね、年取った人はね。で騙されてるんですよ。やっぱ接着剤に値段が高いだけで。だけ
俺知り合いが休み前に来て、宇田さんいいエポキシ持ってるんやろ。ああ、フォルクスワーゲンのパーツなんですか。実家から作り言ったけど、社長にね、まず6815なのか5520なのか、よく聞いてから先に進もうと思って、ちょっと早とちりして作ったけ、まあいいや6815でボルトかけときゃどうにかなるかな。ああ、そうですよ。6815ね、オールマイティだからね。6815、ああ、そこのパーツってこと、ここはあ、ドアの、はい、これがね、これなんですよ、はい、ボロついてたんだ、はい、ボロボロこれ、はい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 、だからこれもう切って、あ、はいはい、大概して、大概で、はい、これがこう、はい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 、だから6815、これちょうどたまたま6815をずっと前作った、去年1年前の、はいはい、要は久々だからさ、6815持ちちゃうわけ。おお、あ、これは勝てや。それで6815は十分ですね。うん、そうやればね、接着だけじゃなくて、そうやってこれは接着だけですよ、アルミの、そうやってネジ止めやれば何でもオールマイティですよ。オールマイティですね。うん、叩いてみてくださいよ、確認して。これ、うん、叩いていいよ、壊して。もったいねえな。いや、いいよ、ちょうどゴムの上ぐらいがいいでしょう。まあそういうことね。フォルクスワーゲンのそのドアね、うん、ちょうどあれか、ヒンジがあるんか。だってあれでしょ、実際に、強度、確認してみた方がいいでしょ、どうせ自分で使ってんだったら。これね、誰かさんにも見せられるし、いきます、はい、それ自分でだから、それ1年経つよ、もうほら、出張してきた時のだから。それだからあれでしょ、オーナーさんに見せりゃいいでしょ、ね、十分だね、うん、十分すぎだ。それでネジ止めしてあるから、いいでしょ。いや社長変なこと言うなと思ったんだよ、6815の強度がどうでこうでっていうからさ、じゃあ一応それ持ってって、で見せた方が。これいいですか、サンプル。いいよ、それは持ちちゃうんだから。サンプル何枚か作った、1年前ですよ、ちょうどほら新幹線で来るとか来ねえとか言ってた。ああ、カネライトの。まあいただきます。どうぞ。だってそれ自分のだねそういうことか。これのフォルクスワーゲンのこのヒンジのとこのね、そうそう、このパーツね、全部の箇所を6815で行ってもいいもんなのか。6815だよ、いいんだよ。社長、マスクもね、6815のボルトがけやったらどうにかいけるんじゃないかな。いけるよ。それとあとその手元に5520、それつかないやつ。そういうことですか。これがドアですか。ドア、はあ、ドアのまだ、そのステップのとこと、はあ、もう腐ったとこ全部カットしようわけですよ。はい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 。これで作り出して、OK、これで作り出して OK で、オーナーにもこれで納得してもらうと、サビ周りとか外装周りは結構あれだ、早いんだ。だけどもうこれさえできれば、そう、パーツ作ったら早いんですよ。やり方さえできれば。作業工程だけ決まればもう早いんですよね。これで作業工程決まるもんね、月板別にしても。これでこれを見せて社長に、やっぱりねえ、ここにまでだと弱えよっていう言葉が出るのか。ああ、いや全然出ない。これいいですか。あ、どうぞ。このアルミと。ああ、いいよ、いいアルミと、どうぞ、6815と一緒に。わかんないでしょ、6815見せないと、うん、それで、その黒っぽいのはカーボン、
で、うん、さっき言った通りで6800と1500の間の方、実際のカーボンを使ってるんじゃなくてカーボンの柄っていう意味で、社長これちょっと疑問なんだけどさ、どうぞ。 FRP ガラスってあるじゃないですか。はいはいはい。ガラスも接着できるの、はい、あ、もちろんもちろんできますよ。ガラスと FRP も OK な、うん、もちろん。だってガラスつかなきゃ FRP できないでしょ。 FRP はそうそう、ね、ガラス製ですね。ガラス製の大体が。ガラスもつくんだ。つきますよ。俺6810使ったけど、この俺がいつももらいよるはこういう説明が載ってないやつやろ。6815100/40しか書いてないねんから。パッケージがないってことですね。そうそうそう。6815は結構傑作品ですよ、うん、傑作品っていうか、逆に言うたらガラス接着するのにさ、うん、あれよか全然いいじゃないですか。え、シノコショウよか。あ、シノコショウよりいいけど、でもガラスクロス接着、ガラス接着するのは社長とも持ちたじゃん。なんか1880だっけ、うん、1880だっけ、なんか去年パジェロに使ったんでしょ。そう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 。そうだってケースガラス、要するになんだっけ、あれ細いあのプルーフの、はい、光ファイバー、はい、光ファイバーをだって接着してたわけだからさ、3割アップぐらいだったよ。今までのよりか、今までのよりか、だからそれはそれで専用であるけど、まあまあそこそこ強いよね。そこそこっていうか6815だってかなり強いんじゃないですか。5520とやっぱどっこいどっこいかなと俺思う。違う違う違う、5520よりは頑身性がいいから。だから、うん、あれ5520の低粘度化すれば相当いいけどね、うん、低粘度化しないとあのヤンとヤンの間に入っていかないから、浸透性。6815いいですよ、あのケースガラスのファイバー、うん、ファイバー関係の浸透しないとダメだからさ、うん、所詮はですよね、うん、そのガラス繊維の間に 入り込まないと。
げまして、あのぐらいで大丈夫ですか。うん、十分十分。もうあれだね、やっぱりアングルとタンクのとこが接触して少し漏れが発生してるんかね。20年経ってるのこれで。新しいじゃんね。うん、あのね、なんとなくね、まあ、外には全部塗装し直しをしたんで。ああ、はい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 、綺麗じゃんね、はい、タンクはね、はい、でもこれで漏れが止まんないとお釈迦になっちゃうんだ。そう、結局そうですね、タンク使えないですか。うん、そうだよね、はい、タンクとして許可できないんだよね、はい、取れないんだよね。平成5年で10年か。ちょうど20年ですよ。今27年じゃないですか。15年じゃなかったっけ。いや、それは25年だっけ。それは2015年です。うん、2015。あ、そっか。あー、20年っていうと新しそうに見えるけど結構あれだね。そうですね、うん、年季が入ってんだね、うん、コンクリートがとか水道工事一生懸命やってるけど50年とか言ってるもんね。うん、要はね、どっちがメインでやるんだ、覚えておいた方がいいんかね。特殊な修理になっちゃうもんな、ちょっとな。でも6815はあの自動車、はい、あのもうオールラウンドに使ってるよ。錆止めから、はいはい、何から、はい、みんな使ってる。うん、うん、で自分さ、はい、その6815、はい、あの5520接着のあれやったことあるじゃん、はいはい、ちょっとあの下はさ傷つけないやつ持ってきてさ、はい、それはたいてみてよ。あ、これ、うん、それあの何あのテストピース、うん、少し叩いて強さあの確認してみて。うん、だから6815で接着もできるしさ、はい、FRP もできるし錆止めもできるし何にもできるからさ、それ6815、それさ6815さ、カッターナイフで切ってあるやつ少し、曲げてみて。ここですか。うん、あ、逆逆、うん、そうそうそう、そうに曲げるとさ、どう、強弱くないでしょ、感じは。全然柔軟性マッチみたいな。え、うん、それさエアリアルスキーの3回転ジャンプの材料で開発したやつよ。例のほらそこの、阿光さんでした。阿光さん、はい、うん、綿抜き製作所。うん、もう接着もできるし、そういう FRP としてもバリッとさ割れないわけよ。えっと、あのキャンターでしたっけ、フロントバンパー外すには横からですかね。こっちからこっちからここに見た方が。あ、ほんとだ、ベチャベチャ垂れてるじゃん。ここら辺から漏れる、治りますか。垂れてるじゃん、バッチリ。あー、でこれアングル組んであるから、うん、外すもできねえわけだ。そう、溶接されてるし、で内側から本来やりたいんだけど、内側も店長が見て溶接されてんで人間が入れねえって言うんでさ、今までは人間が入って直してたわけだよ、はい、これはできないから外側だけの補修だよねって。そうだよね、だけど場所はどこなん、それが分かんねえんだろう。この辺から垂れてきます、場所が。はい、ああ、じゃあそあれか、その辺っていうのは幅分かるん。わかんないよ、わかんない。原因は何なん。クラックでしょ、溶接の。だってそこは溶接してない箇所でしょ。してるよ、外側を見ればわかるから。おー、熱で酸化されて、うん、おで伝わってくるわけ、うん、だから20年っていう年月経ったから、このタンクは。はいはいはい、はい、20年経ったら錆からクラックでしょ。おー、錆は内側から錆が出てるってこと。そう、このちょっと上向いてもらうと分かるんですか。分かるんですよ、これ。次が分かるから、はい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 、こっちが、あ、やべさん、どこ見てろ。あ、そっち。あ、こっちね。ここと、タンクはこれなんですよ。タンクにかぶせてこれが溶接してあるんですよね。はいはいはい、はい、その隙間っていうのがさっきのだから。あ、そういうことね。そう、はい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 、だから多分この溶接のところか
何かにクラックが入ってるのか錆びてるのか、アングルの、はい、だからあの隙間に詰め込んじゃったらいいんじゃないかっていうんで、さっき言って俺がパテ、アルミパテ、アルミパテでやっちゃおうかって言ったら阿部さんがそうじゃねえよって言ったから、そっちなんかなって、クラックだったら息しちゃうからね、息、あとはだからその塗装をどんだけ取れるかだよね、綺麗にね、その周りのところ、周りのクラックが出るところの錆はつくけどさ、塗装がついてると、その塗装が接着剤の役割しちゃうから、離型剤の役割しちゃうからさ、だからなるべく塗装を取って、はいはい、でも隙間のところをさ取るなんて言えばどうやって取るの？いやだから本当はブラストのビーズ打ちみたいなのがいいんだけど、できないんでしょ、ビーズ打ち。何ビーズ打ちって？絵は下手ですが、漏れてるところがこの内側のタンクのここのところから漏れてますよと、はい、内側ね、こっちが、はいはい、で外側に向けてこのところが垂れてましたよと、だから磨いたところがここのところ、はい、このところを磨きましたよね、まあ、きれいに仕上げてあるところですよね、はい、でここのところのクラックを防げればいいと、はいはい、でやり方とするとこの磨いた面、はい、一番、68使う材料は6815と、はい、そこに持ってきてある今工場長が曲げた、はい、その金属、はいはい、プレート、はい、接着してあるやつ、はい、で接着力とで、兼ねた液状の材料、はい、でその大きい方が主材、ちょっと揺すってみて、しゃぶしゃぶするから、はいね、はいはいはい、はい、で1508は使ってますよね、はい、どんぐりはね、はい、それよりちょっと粘度は高い、うん、ああごめん、1508の方がちょっと粘度が高いで100対40、はい、配合比は同じです、はい、とそれと83、83は、これが硬化剤、はい、800g セットもう材料ないから、見たら何回かに分けて、はい、これ10対1ね、はい、83、はい、と8300のパテ状、それと液状で両方を混ぜて使っても大丈夫です。ほー、83がパテ状じゃない、はい、で、あんだけボテボテのさパテだとやらしいから、83のパテに、垂れないパテにその液状のもの混ぜたものを入れると中間のペースト状になる、はい、で、6815が液状のものが多ければより液状で、パテ状のものが 100% だと、まあ、パテ状だから、これ両方混ぜると、配合比は違うけど、混ぜたもの同士は何のてらいもなく固まるから、つうことで、これの両方を使い分けるで、両方を使ってっちゃう。そうすると最初ここのところの内側に、歯ブラシでバッチリコーティングだけする、コーティングだけする、それで83のパテをなるべく押し付けてやる。でその後に、これが丸一番目ね、液状の68を最初ハケ塗りする、歯ブラシ塗りか、歯ブラシ塗りするで、2番目で、パテ状のものをなるべくヘラでぐいぐい押し付けて充填してやる。で工場長の心配している通り、どっか漏れが出てると嫌だなというところを、なるべく漏れがないようにバッチリ肉盛りしてやると、
駅の上にまだ固まってない上にパテがグッと押し付けて入ってくると。2番目で3番目にこの液のものを少し塗また塗ってやって、であんまりまあほじんないようにパテを83のしてやって塗ってやって、今度はテープを1枚入れる。でテープっていうのはガラスクロスはほどけちゃうわけよ。だからこのテープはちょっと見てください。テープは長さ切るだけで端はばらけないわけ。ああ、こういうふうに編んであるわけ。うん、それがガラステープってやつ。で、それ巻いてったりさして交換の修理とか使うわけ。はい、うん。とそのテープを補修このパテの上に、はい、1枚貼って。で68でラミネートしてやって固めてやる、顔真させてやって、でガラスだからよくさ顔真するからさ、だからそのあらかじめそれテープを施工する幅に切ってやって、うん、やって用意しとくと。でそのそれがテープね。でテープの上に今度はクロス、それクロスカーボンとガラス繊維の編んだもの、それを2枚貼ってやる。そうすると強度がすごく上がる。これを二重にするとか、それを2枚貼る、ラミネートして2枚貼ると。鉄板の厚みとは言わないけど、コンマ5が鉄板じゃない。でこれもっと厚いじゃん、どうせ3.2 とか。ああ、じゃあ3枚ぐらい貼ってやればある程度強度はできる。だからクロスを3枚分、その6815をバインダーでクロス3枚貼ってやる。そうすると鉄板の強度というには程遠いけど、かなり強度アップする。でじゃあクロスを3枚ね、3プライだから3枚貼る分ぐらいを切っとく。であと残りの1枚テープ、はいはい、もう1枚テープ貼って、だからそうすると5枚の5プライの、すごい厚くなりますよ、厚くなるのよ、鉄板が 3点いくつだったら。はあ、だからちょこっとそれは包帯巻きぐらいになるけど、うん、それでしっかり固めてやる。で最後にテープ貼ったら、今度は残りの83と6815を混ぜて、ペースト状になるから、それをヘラ塗り、そうすると金属アルミ状の金属グレーの、ペースト状ぐらいになる。でその後フィルム、カバー、はい、フィルムをローデン、これポリエチのフィルム貼って、ヘラナスリで気泡を除去して、固めて光沢してやると。そうすると圧着できるじゃん、はい、うん、でベタベタしないしさ。でそれで施工終わりで、明日になったらこのフィルム剥がして、でなんか遠赤でも電源でもあれば炙ってやれば、炙っといてやれば、それで一応完璧と、はい、いうパターンになります。でそれが施工の要領。明日電熱を加えればいいんですか？明日乾くのに、はい、硬化するのに、はい、多分一夜かかるの。で今冬だからさ、はい、12月だからさ、はい、まあ余計時間かかるパターン。でどうでしょうかと、はい、でやるのは、はい、6815がだいたい20分から、はい、ぐらいのポットライフで、83は同じく15分ぐらいじゃない、ちょっと短いぐらい。だからトータルでもこれやれるのが、はい、まあ30分ぐらいのところでフィルム張りまで、仕上げて、まあ遅くても40分ぐらいで1時間以内で
施工をしまいというパターンでどうでしょうかっつって、はい、質問することはありますか。テープ切って、はい、そのラミネートするの切って、はい、あと上にかぶせるフィルムとか、はい、ナスルヘラを用意しておくっつパターンですね、はい、で下地の施工はもう完璧だと思います。はい、じゃあそういうことでやりましょう。で、なんか確認しておくことある。結構暑いじゃないですか。暑いですよ。これにそんなに染み込むもんなんですか。うん、それに十分染み込みます。はー、うん、で、染み込むと、はい、その白と黒のまだらでしょ、はい、それが黒一色になります。あ、そうなんですか。はあ、その白がほとんど消えます。だからそれが染み込んでいくか、はい、染み込んでいかないかの目安、はい、っていうふうに僕は考えてます、うん、ええ、で実際にそういうふうに試作してるんだと思う。だから血管が分かるの、はい、樹脂入れてって、白いとこがあると、はい、それは血管だなっていうパターンになると、うん、大きな面積塗った時に、はい、そういうためのクロスでガラスとカーボン編んでる、うん、まあコスト安くするつもあるけど、うん、カーボンだけだと高いけど、はい、あ、はいはい、うん、だからそれは真っ黒のベタ黒になった時に、そう、うんうんうん、だからフィルムかけて上からなすった時にベタ黒にならないといけないんだと思う、はい、そういうことです、はいはい、じゃあそれだけ切って用意しましょう、はい、寝てみなね。どう？それで、その厚みまではいかないけどさ。でも結構厚いですよね。あ、本当だね。うん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 。そんだけ厚ければ十分でしょ。そうですね。うん。それで黒になって、はい、パソコンのところに入れば、まあある程度納得はするわね。うん。うん、それが一応補強材料みたいになるからさ。こうなってこうなってこうなる。そう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 。そうですそうです。うん、そう、それが抑えられればね、うん、いいんじゃないですか。どうでしょう、はい、納得、うん、納得です、うん、納得するよね。ほら、だからスカジーのバケツ、ストラットタワーバーだけだと弱いからさ、はい、バケツ、はいはいはい、補強、はい、ダンパーのところ、こういうところ、そうそうそう、ショックアブソーバーのところ、はい、付け根補強したの、鉄板補強したの、それ、はい、ほら、スカイラインのその競争車だと、はい、800万するとかなんか言うんだった。それな、OK、歯ブラシ持ちた。持ってきてないじゃん。いや、歯ブラシがねえなと思って。すいません。歯ブラシは用意してるんだ。え、それでもう 42g なの？今、いや、まだ30です。ああ、これからです。ここからだよね。はい、はい、どんぐりとちょっと感じが似てるでしょ。似てますね。なんとなく、はい、硬化剤 の色もついてるし、そうですね、素材の色もね、はい、ちょっとどんぐりっぽいし、うん、
でも練るとね、どんぐりよりちょっと粘度低い感じ。ああすると、もう100対40で同じだよね。はい、うん、だから作業間隔はどんぐりよりもうちょっと長い、ホットライフが、はいはい、うん、でもあんまり遅くはないね。どう練った感じは。あ、でもちょっと柔らかいね。そうですね、ちょっと柔らかいですね、うんうんうん、ちょっと柔らかい、やっぱり6、8が入ってる分だけ。だからどんぐり使ってるだけあって安心感があるね。練ってると紙コップ穴開けちゃうやつ。ああ、うん、ペペ食べたんなって。おい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 。それでラミネートしてギリギリ、はい、ガラスコンテント50でいけるかどうか、知っちゃうかもしれないな。そしたらもう一回練るか。あ、はいはい、そうだよね。何時から今5時、ちょうど5時ぐらいですか。うん、ちょうど5時ぐらい、5時5分だから最高で5時半までは引っ張れる。それ、はい、じゃああれかい、8300、はい、パテ、はい、練ってみるかい。そうですね。ね、でこの隙間に押し込んでいくと、うん、その隙間にガラッと、ちょうどその濡れてるからさ、はい、あの入りは良くなるよ。あ、うんうんうん、それで滑りは、うんうんうん、それで、はい、あとは押し込むヘラみたいなもの、はい、あの割り箸でもいいしさ、あ、そういうのでもいいし、うん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 、なるべく押し込んで、はい、はい、やりましょう。 40g 練ったんだよね。そうです、取材が40だっけ。あ、50か。50ですね。 5g だね。はい、はい、今日はあれだからな、ちょうど温度がこの12月にしちゃ珍しく上がったからね。そうですね、うん、朝はどうなるかと思いましたけど、うん、朝は冷たい雨が降ってて、はい、うん、真っ暗だったし、仕事にはそう出て行きたくないような。いいんじゃないですか、はい、うん、ほんとそれ穴開けちゃうやついるんだよな。どうしてってこと。お前その紙コップの底を割るかい。破る、つっついて破るつもりかい。手ベタベタになって、あ、やっぱ色はあれだね、
ガラッと変わるね、塗ったとこと。あ、そうですね、うん、全然。やっぱその塗装の黒がはげて金属光沢が出てきてたからよくわかるね、綺麗で。明かりがついてるから余計にってパターンで、そっちも漏れてる。いや、あれ若干ですけど入れとこうかなと思って。ああ、ここにちょうどね、穴、あの三角のところにちょうど穴が開いてる。念のため。よく漏れてたってのが分かったね。だけど、あ、でもね、燃料入れといたら垂れてきたんです。ああ、そうなん、はい、お客さんから言われて。あらららら、じゃああれか、下まであれかい、あのタンクローリーからボタボタって落ちてたんかね。ちょうどここコンクリートオーガンの色が、あ、こっから垂れる。はい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 、あ、そういうことね、はい、そんな勢いよくじゃないんですけど、うん、それはやっぱサビなんかね。溶接部分のその振動によってのクラックなのか、歪みのね、はい、熱歪みみたいなね。うん、詰まるん、そんなんで、はい、詰まるんかい。いや、入ってく？うん。考えたん、それは。いや、たまたまあったんで。ああ、なるほど。こういうのならいいのかな。うん。逆にこっちにくっついてきちゃうような感じですね。うん、またはステンレスヘラみたいなやつだね。ああ、先の細い。木下げみたいな。要するにシム、ステンレスシム、はい、シム板みたいなやつ。じゃあもう薄いクロス貼っちゃいましょう。はい、はい、これ L 字に貼ればいいってことですか。そういうこと、そういうこと、うん。あ、上手だねそのあの何ロールの軸回しみたいなあれがうまくその R のとこ合うね。え？そうですね。たまたま、うん、たまたまです。うん。もう早い。ここで貼り付けちゃった方が、うん、早いですよ。早いし落ちておかないですよ。うん。
それさ、落ちるかどうかすっげえ心配してたんだよね。あの何プライも、はい、2枚も3枚も重ねてさ、はい、やるときにさ、下からつっかえ棒やろうかとかさ、型やろうかとかさ、はい、いろいろ考えてたんさ。だけどやってみたらね、つくんだよね。あ、うん、で先週かな、はい、やっぱり発泡スチロールを、あの軽トラックに、はい、あの30ミリぐらいの断面、はい、50角ぐらい、50でもないか、30角ぐらいの A4 ぐらいの30ミリぐらいの肉厚の板、はい、は軽トラックに貼ってる発泡スチロール見たら、はい、その681号とをパテ状にしたやつでくっついてた、断面がピタッと、うん、だからあ、つくんだなと思った。そしたら言ってたよ、ポリパテとかバーベキンパテはつかないけど、はい、やっぱりエポキシはつくんだって、うん、なこと言ってました。ああ、ぴったりつくね、はい、バッチリ。うん、2枚目貼った時みたいに、はい、あの落ちてこないで。70か。そうすればちょっと余分めに寝れるもん ね、 そうですね。ああ、もうポットライフは分かったし、じゃあ取材681号 50g、はい、硬化剤が4520 70g、練りましょう。はい、これには混ぜないほうがいい。これに混ぜて作っちゃって、それに混ぜて作ったら OK。
70グラムって言うとやっぱ相当あるよね。結構ありますね。うん、42グラムっていう容量ね。何もありますね。あれ、一番最初に出たやつ少し増減してきてる。増減してきた。いや、韓国のそうでもない。じゃあ大丈夫。そうやっちゃった方がもう早い。これで貼り付けちゃった方が早いし、早いし落ちておかないですよ、うん、それさ、落ちるかどうかすっげえ心配してたんだよね。ああのナンプライも2枚も3枚も重ねてさ、はい、やるときにさ、はい、下からつっかえ棒やろうかとかさ、うん、型やろうかとかさ、はい、いろいろ考えてたのさ。だけどやってみたらね、つくんだよね。あ、うん、で先週から、はい、やっぱり発泡スチロールを、あの軽トラックに、はい、あの30ミリぐらいの断面、はい、50角ぐらい、50でもないか、30角ぐらいの A4 ぐらいの30ミリぐらいの肉厚の板、はい、軽トラックに貼ってる発泡スチロール見たら、はい、その681号筒をパテ状にしたやつでくっついてた、断面がピタッと。だから、あ、つくんだなと。そしたら言ってたよ、ポリパテとかバッキンパテはつかないけど、はい、やっぱりエポキシはつくんだって、うん、なこと言ってましたね、はい、バッチリいい感じです。おう、2枚目貼った時みたいに、はい、あの落ちてこないで。そうですねそれ3枚目なんだ。これ3枚目です。あ、3枚目、はい、3枚目も黒してるね。そうですね。え、ちゃんと染み込んでて。どう、いや、うん、バッチリ染み込んで真っ黒ですよ。あ、真っ黒だよね。はい、うん、そうなんだよな。その、白と黒のブチの、はい、ガラスとあのカーボンクロスの、はい、まだら模様からは想像つかないでしょ。そうです、ね、真っ黒になるでしょ、うん、だからさ、それ不良が発生する発生しないの目安なんだよね、うん、作業やってる時に、はい、やり終わってから
欠陥が見つかっても手直しにしようがないもん欠陥だっつうのは分かってもどうすんだっつうのはさ、はい、やってる最中じゃないといいだろそれ、うん、いいですね、それで試作したんだよな、真っ黒だよな、はい、黒のあのカーボンのクロスに材料やってもいくらやってもさ真っ黒になってるだけだからさ、あ、うんうんうん、糸があの白の糸を使ってるとさ、はい、白が消えちゃって真っ黒なんだよ、うんうん、あいいねえねえいいよすげえいいよあいつ分かんねえんだろうなえ言ってもこれ肝心な時に見こなくちゃこの上に白貼っちゃっていいでしょ、あ、その上に白貼ろう、はい、はい、みんないいとこで上がりましょう、はい、あの黒と白のあのガラスとカーボンの炭素繊維の糸がさあのまだらになってんだけどさ樹脂染み込まないうちは樹脂染み込むとね真っ黒になる全部がだから分かるん目視で血管の FRP じゃないのが FRP 作っちゃった時はさ欠陥があってもさ分かんないわけよでおしまいなわけよ欠陥品作ってもでもこれだとさ欠陥品がさ回避できるんだよある程度ある程度なんだけどさ全部が浮いてりゃダメなんだけどさよいしょ意味分かってるかな地のまだら模様だんだらいや結構深刻なんだぜこれ血管が分かるとか分かんないの FRP ってさ、はい、でかい面積やるのよ結構、はいはいはい、ロールとかなんか含めて、うん、と検査棒でさ打検検査ってあるんだけどさ缶詰の検査と同じでそれやるとさ浮いてるとこはね音がさ軽い音がするの、うんうん、音が違うのよとそれさ全部やり直しになるとさ大変なことになるんだよ、うん、メーターもんとかさ2メーター3メーターとかさいうロールじゃないと5、6人ぐらい出てってさ1週間ぐらいさケレンがけやってるとさなるんだよいいじゃんいいじゃんで、はい、なんだっけハチさんとそのどんぐり余ってるでしょ、はいはい、それ混ぜ合わせてさラミネートしてやりましょうよ、うん、まだ余ってるよね結構余ってるうんでそれでさあ混ぜたのあ持ってきたの、うん、あ硬化剤入れるんでしょ 5g だっけこれ 50g、うん、これ最初の入れてありますよ。あ、入れてあるの、はい、あ、じゃあそれまだ固まってないよね、うん、じゃあそれにどんぐりを少しずつ入れてって、うん、ラミネートしやすいさペースト状の粘土、硬さ
入れすぎるともう垂れちゃうそうですよね、うん、だから少しずつ入れてって自分の作業しやすい状態にの粘土にしていくんさ。どのぐらいが粘土していい、どのぐらいがヘラ塗りしていいかさ、自分で見極めろ。まあ2割ぐらい、2割とか3割ぐらいなんだけどさ、そうすると液状でもないパテ状でもない、うん、ペースト状になる。伸びますよね。伸びるでしょ。そう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 。あ、いいじゃん。うん、しつこく言うけど入れすぎたらおしまいだよ。まあ出発発散入れりゃいいんだけどさ、はい、めんどくさいじゃん。それそうですね。うん、それで83と6815のハイブリッド。あー、いいじゃん。すげえいいじゃん。これを表面に全部塗っちゃう、うん、そうそうそう、表面に全部塗ってカバーするってこと。ああ、てかラミネートとか、ラミネートとか、うん、ハイデン、ローデンか、ポリエチシートかけの。あ、はいはいはい、うん、そう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 、そういうこと、そういうこと、そういうことです。おお、いいじゃん、悪くねえじゃん。そう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 、あ、悪くねえじゃん。そういうことです。そうすると高社長お望みのあれ83のパテ入れ込んでっていうさ、はいはいはい、あいつ電話口で言ってたんだよ、そうそう、この前なんかクラックが やったやつ、大丈夫だったんだって、はい、で電話してきてさ、どうするとか言ってさ、まあ、ダロックでもないこと言いやがってと思って聞いてた。結構難しい、うん、あ、それだったらもうあれだね、その抑えれば綺麗になっちゃうね。塗りやすいでしょ。そうですね、うん、全然、うん、で丸っきりパテだとさ染み込まないのよ。ああ、うん、そういうことか、うん、盛るだけになっちゃった。そう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 。それだったら食いつくもいいしさ、染み込むもいいしさ、伸びもいいしさ、はい、うん、83とは思えないでしょ。あ、全然違いますね、なんか、うん、難しい。あ、見てしまいました。ギリギリ足りるぐらい、そうですね、感じだね、はい、うん、で中には、中の方には83がパテで入ってるんだもんね。ガラッと充填してね、はい、うん、でラミネートが来て、
え？いや、このボルトが。ああ、邪魔になってるっつ？引っかかりが？はい。うん、そこのところに。ああ、ボルトあったってねじれば強いから取れるよ。はい、うん。ボルトの方が強度あるもん。あ、そうなんですか。ああ、20ミリから超えると、はい、ボルトの頭がね、ちぎれます。だけど。はあ。すごいよ。キャップボルトだってちぎれるよ。20ミリから。そのエポキシが抱きつくと、はい、接着と抱きつきで、へえ、5ミリとか10ミリはね、はい、8ミリぐらいのキャップボルトだったら大丈夫だけど、うん、だけど20ミリ超え出すともう頭がもげちゃう、うん、ああ、キャップボルトだよ、レンチでねじってすごいですね、すごいですよ、はい、うん、ゴム引きちぎるみたいにねじり取れちゃう、うん、うまくいかないな、うん、最後のあがきで一生懸命取ってるわけだ、はい、え？そうです、ああ、もったいないじゃないですか、あ？もったいないじゃないですか、うん、そりゃそうだよこれでも固めれば切れない、そうそうそう、フィルムあればね、うん、フィルムを貼りましょう、うん、フィルムはそこのとこあるよ、え、ああ、袋ね、袋だから、うん、切ればね、片面に広げちゃえばいい、そうそう、広げれば、息子さんは来なかったんですか、そう、別ですか、別コード、え、これで、うん、もうペタッといっちゃっていいんですか、そう、それでベタッとさ、うん、ベタッといってくれれば OK です、で、ヘラでなするんだよ、はい、その上からしつこくゴシゴシ、この押し付けるようにすればいいってことですか、そうそう、空気を押し出すみたいにゴシゴシ、いいじゃないですか。
完璧。これでよくつくんだよね。うん、で明日になったら、はい、これがパラッと剥げるから、遠赤でも何でも、はい、ライトでもライティングして、あの固めてやっとけばさ、より完璧だよね、うん、どのぐらい温めればいいんですか。半日でも3時間でも。使ったことのない材料と、はい、使ったことのある材料と両方あるだろうから6815って初めて、6815って初めてなんだよね、はい、初めてなんだけど、はい、高橋が来てからの方がいいかな。あ、はいはいはい、そうですね、うん、はい、要は使ったことがみんなあるよ、ほとんど材料、馴染みのある材料です。 FRP、 うん、ファイバーレインフォーストプラスチック、要するに、繊維が入ってる材料。あれに繊維が入ってるんですか。じゃなくて繊維を入れるってことですね。FRP のあとテープも持ってきたんだよな。テープがこれか。あ、これだね、テープがね。どっか行ってるんだ。いや、2階の事務所の方。ああ、事務所の方。綺麗にあれじゃない、あげました。あのぐらいで大丈夫ですか。ああ、十分。もう、あれだね。やっぱりアングルとタンクのとこが接触して少し漏れが発生してるのかな。20年経ってるの、これで。新しいじゃんね。その時は全部塗装し直しをしたんで。ああ、はい。綺麗だよね、はい、タンクはね、はい、でもこれで漏れが止まんないとお釈迦になっちゃった。そう、結局そうですね、タンクとして使えないんですか。そうだよね、はい、タンクとして許可できないんだよね、はい、取れないんだよね。そう、タンク平成5年製なんで。平成5年、いや10年か。ちょうど20年か。え、今27年です。15年じゃなかったっけ。いや、それは2015年ですか。2017年。あ、そっか、はい、あ、20年というと新しそうに見えるけど結構あれだね。そうですね、年季が入ってんだね、うん、コンクリートがとか水道工事一生懸命やってるけど50年とか言ってるもんね、うん、要はね。どっちがメインでやるんだ。覚えておいた方がいいのかね。特殊な修理になっちゃうもんな、ちょっとな。でも6815はあの自動車、はい、あのもうオールラウンドに使ってるよ。あ、錆止めから何からみんな使ってる、はいはい、うん、で自分さ、はい、その6815、はい、あの5520接着のあれやったことあるじゃん、はいはいはい、ちょっとあの下はさ傷つけないやつ持ってきてさ、はい、それはたいてみてよ。あ、これ、うん、これそれ、それあの何、あのテストピース、うん、少したたいて強さ、はい、あの確認してみて。すげえ、うん、全然大丈夫。だから6815で、はい、接着もできるしさ、あ、 FRP もできるし錆止めもできるし何もできるからさ、それ6815、それさ6815さ、はい、カッターナイフで切ってあるやつ少し曲げてみて。ここですか。うん、あ、逆逆、うん、そうそうそう、そこに曲げるとさ、どう、弱くないでしょ、うん、感じは全然柔軟性もあっていいじゃん。え、うん、それさ、エアリアル、スキーの3回転ジャンプの材料で開発したやつよ。例のほら、そこの、アコーさんでしょ。アコーさん、はい、うん、綿貫製作所。うん、もう接着もできるし、はい、そういう FRP としてもバリッとさ、
割れないわけよ。え、じゃあ、あのキャンターにしたってフロントバンパー外しには横からですかね、あれ見ないとわからない。あの説明だけするよ、はい、手順っていうかさ、はい、とそこにあのボードに、はい、まとめた、はい、で下地処理やったから、はい、まずはお漏れてるところがちょっと絵は下手だけど絵はですが、絵は下手ですが、絵は下手ですが、絵は下手ですが、漏れてるところがこの内側のタンクのここのところから漏れてますよと。内側ね、こっちが、はいはい、で外側に向けてこのところが垂れてましたよと。だから磨いたところはこのところ、はい、このところを磨きましたよね。まあ、きれいに仕上げてあるところですよね、はい、でここのところのクラックを防げればいいと、はいはい、でやり方とするとこの磨いた面、はい、一番68使う材料は6815、はい、とそこに持ってきてある今工場長が負けた、はい、その金属、はいはい、プレート、はい、接着してあるやつ、はい、で接着力とで、兼ねた液状の材料、はい、でその大きい方が主材、ちょっと揺すってみて、しゃぶしゃぶするか、はい、ね、はいはいはい、はい、で1508は使ってますよね、はい、どんぐりはね、はい、それよりちょっと粘度は高い、うん、うん、ああごめん、1508の方がちょっと粘度が高いで100:40、はい、配合比は同じです、はい、とそれと83、はい、83は、これが硬化剤、はい、800g セット、はい、もう材料ないから見たら何回かに分けて、はい、これ10:1ね、はい、83、はい、と8300のパテ状、それと液状で両方を混ぜて使っても大丈夫です。ほう、83がパテ状じゃない、はい、であんだけボテボテのさパテだとやらしいから、はい、83のパテに垂れないパテにその液状のもの混ぜたものを入れると、はいはい、中間のペースト状になる、はい、で6815が、はい、
液状のものが多ければ、はい、より液状、うん、はい、でパテ状のものが100バーだと、まあ、パテ状、はい、だからこれ両方混ぜると、配合比は違うけど、うん、混ぜたもの同士は何のてらいもなく固まるから。つうことで、はい、これの両方を使い分ける、はい、で両方を使ってっちゃう、はい、そうすると最初ここのところの内側に、はい、歯ブラシでバッチリコーティングだけする、はい、コーティングだけする、それで83のパテをなるべく押し付けてやる、うん、でその後に、これが丸1番目ね、液状の68を最初ハケ塗りする、はい、歯ブラシ塗りか、はい、歯ブラシ塗りするで、2番目で、パテ状のものをなるべくヘラでぐいぐい押し付けて充填してやる。で工場長の心配してる通り、どっか漏れが出てると嫌だなというところをなるべく漏れがないようにバッチリ肉盛りしてやると、液の上にまだ固まってない上にパテがグッと押し付けて入ってくる、はいはいはい、2番目、はい、で3番目にこの液のものを少しまた塗ってやって、であんまりまあほじんないようにパテを83のしてやって塗ってやって、今度はテープを1枚入れる、はい、でテープっていうのはガラスクロスはほどけちゃうわけ、うん、はいはい、だからこのテープはちょっと見てください、テープは長さ切るだけで端はばらけないわけ、ああこういうふうに編んで、編んであるわけ、うん、それがガラステープってやつ、でそれ巻いてったりさして交換の修理とか使うわけ、はい、うん、とそのテープを補修、このパテの上に、はい、1枚貼って、はい、で68でラミネートしてやって固めてやる、眼振させてやって、はい、でガラスだからよくさ眼振するからさ、うん、はい、だからそのあらかじめそれテープを施工する幅に切ってやって、はい、うん、やって用意しとく、はいはい、でそれがテープね、はい、でテープの上に今度はクロス、はい、それクロス、カーボンとガラス繊維の編んだもの、はい、それを2枚貼ってやる、そうすると強度がすごく上がる、これを二重にするってことですか、それを2枚貼る、ラミネートして2枚、はいはいはい、と鉄板の厚みとは言わないけど、コンマゴが鉄板じゃない、はい、でこれもっと厚いじゃん、はい、どうせ 3.2 とかですよ、ね、あ、じゃあ3枚ぐらい貼ってやれば ある程度強度はできる、だからクロスを3枚分その6815をバインダーでクロス3枚貼ってやる、そうすると鉄板の強度というには程遠いけどかなり強度アップする、でじゃあクロスを3枚ね、3プライ、はい、だから3枚貼る分ぐらいを切っとく、であと残りの1枚、はい、テープ、はい、もう1枚テープ貼って、だからそうすると5枚の5くらいの、はい、すごい厚くなりますよね、厚くなるんだよ、鉄板が 3点いくつだったら、うん、だからちょこっとそれは包帯巻きぐらいになるけど、うん、それでしっかり固めてやる、で最後にテープ貼ったら、はい、今度は残りの83と6815を混ぜて、はい、ペースト状になるからそれをヘラ塗り、そうすると金属アルミ状の金属グレーの、ペースト状ぐらいになる、はいはい、でその後、フィルムカバー、はい、
フィルムをあのローデン、これポリエチのフィルム貼ってヘラナスリで気泡を除去して、はい、あの固めて光沢してやると。そうすると圧着できるじゃん、はい、うん、であのベタベタしないしさ、でそれで施工終わりで、明日になったらこのフィルム剥がして、はい、でなんかあの遠赤でも電源でもあれば炙ってやれば、炙っといてやればそれで一応完璧と、はい、いうパターンになります。でそれが施工の要領。明日電熱を加えればいいんですか。明日、あの乾くのに、はい、あの硬化するのに、はい、多分一昼夜かかる。で今冬だからさ、はい、12月だからさ、はい、まあ余計時間かかる。でどうでしょうかと、はい、でやるのは、はい、6815が大体20分から、はい、ぐらいのホットライトで、83はあの同じく10分ぐらいじゃん、ちょっと短いぐらい。だからトータルでもこれやれるのが、はい、まあ30分ぐらいのところでフィルム張りまで、仕上げて、まあ遅くとも40分ぐらいで1時間以内で施工をしまいと、はい、いうパターンでどうでしょうか。はい、わかりました。質問することはありますか。テープ切って、はい、そのラミネートするの切って、はい、あと上にかぶせるフィルムとか、はい、切っといて、ナスルヘラを用意しとくっていうパターンですね、はい、で、下地の施工はもう完璧だと思います、はい、じゃあそういうことでやりましょう。で、なんか確認しておくことある。結構暑いじゃないですか。暑いですよ。これにそんなに染み込むもんなんですか。うん、それに、十分染み込みます。はー、うん、で、染み込むと、はい、その白と黒のまだらでしょ、はい、それが黒一色になります。あ、そうなんですか。はあ、この白がすごく分かりやすいですね。消えます。だからそれが染み込んでいくか、はい、染み込んでがないかの目安っていうふうに僕は考えてます、うん、で実際にそういうふうに試作してるんだと思う。だから血管が分かるの、はい、樹脂入れてって、白いとこがあると、はい、それは血管だなっていうパターンになると、うんうん、大きな面積に塗った時に、はい、そういうためのクロスでガラスとカーボン編んでる。まあ、コスト安くするつもあるけど、カーボンだけだと高いけど、はい、あ、はいはい、うん、だからそれは真っ黒のベタ黒になった時に、うん、いいよってことですよね。そう、うんうんうん、だからフィルムかけて上からなすった時にベタ黒にならないといけないんだと、はい、そういうことです。はい、はい、じゃあそれだけ切って、はい、用意しましょう。もう十分十分、もうあれだね、やっぱりアングルとタンクのとこが接触して少し漏れが発生してるんかね。20年経ってるのこれで。新しいじゃんね。うん、なんとなくね、まあ、全部塗装し直しをしたんで。ああ、はい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 、綺麗じゃんね、はい、タンクはね、はい、でもこれで漏れが止まんないとお釈迦になっちゃうんだ。そう、結局うん、そうだよね、はい、タンクとして許可できないんだよね、取れないんだよね。平成5年じゃあ10年か。ちょうど20年です。今27年じゃないですか。15年じゃなかったっけ。いや、それは25年だっけ。それは2015年です。うん、2015。あ、そっか。あ、20年というと新しそうに見えるけど結構あれだね。そうですね、うん、年季が入ってんだね、うん、コンクリートがとか水道工事一生懸命やってるけど50年とか言ってるもんね、うん、要はね。
っちがメインでやるんだ。覚えておいた方がいいんかね。特殊な修理になっちゃうもんな、ちょっとな。でも6815はあの自動車、はい、あのもうオールなのに使ってるよ。あ、錆止めから、はいはい、何から、はい、みんな使ってる。うん、で自分さ、はい、その6815、はい、あの5520接着のあれやったことあるじゃん、はいはいはい、ちょっとあの下はさ傷つけないやつ持ってきてさ、はい、それはたいてみてよ。あ、これ、うん、それ、何テストピース、うん、少したたいて強さあの確認してみて、うん、だから6815で接着もできるしさ、FRP もできるし錆止めもできるし何にもできるからさ、それ6815、それさ6815さ、カッターナイフで切ってあるやつ少し、曲げてみて。ここですか。うん、あ、逆逆、うん、そうそうそう、そうに曲げるとさどう、強うわ、弱くないでしょ感じは。全然柔軟性なくて。え、うん、それさ、エアリアルスキーの3回転ジャンプの材料で開発したやつよ。例のほらそこの、阿光さんでしょ。阿光さん、はい、うん、綿抜き製作所。うん、もう接着もできるし、そういう FRP としてもバリッとさ割れないわけよ。で、あのキャンターでしたっけ、フロントバンパー外すには横からですかね。絵は下手ですが、漏れてるところがこの内側のタンクのここのところから漏れてますよと、はい、内側ね、こっちが、はいはい、で外側に向けてこのところが垂れてましたよと。だから磨いたところがここのところ、はい、このところを磨きましたよね、まあ、きれいに仕上げてあるところですよね、はい、でここのところのクラックを防げればいいと、はいはい、でやり方とするとこの磨いた面、はい、一番、使う材料は6815と、はい、そこに持ってきてある今、工場長が曲げた、はい、その金属、はいはい、プレート、はい、接着してあるやつ、はい、で接着力とで、兼ねた液状の材料、はい、でその大きい方が主材、ちょっと揺すってみて、しゃぶしゃぶするから、はいね、はい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 、で1508は使ってますよね、はい、どんぐりはね、はい、それよりちょっと粘度は高い、うん、うん、ああごめん、1508のがちょっと粘度が高いで100:40、はい、配合比は同じです、はい、と、それと83、はい、83は、これが硬化剤、はい、800g セット、もう材料ないから見たら何回かに分けて、はい、これ10対1ね、はい、83、はい、8300のパテ状、それと液状で両方を混ぜて使っても大丈夫です。ほー、あ、83がパテ状じゃない、はい、であんだけボテボテのさパテだとやらしいから、83のパテに垂れないパテにその液状のもの混ぜたものを入れると中間のペースト状になる、はい、で6815が液状のものが多ければより液状、はい、でパテ状のものが 100% だと、まあ、パテ状、はい、だからこれ両方混ぜると配合比は違うけど混ぜたもの同士は何のてらいもなく固まるからつうことで、これの両方を使い分ける、で両方使ってっちゃう、
そうすると最初ここのところの内側に、はい、歯ブラシでバッチリコーティングだけする、はい、コーティングだけする。それで蜂さんのパテをなるべく押し付けてやる。でその後に、これが丸一番目ね、液状の6鉢を最初ハケ塗りする、歯ブラシ塗りか、歯ブラシ塗りするで、2番目で、パテ状のものをなるべくヘラでぐいぐい押し付けて充填してやる。で工場長の心配してる通り、どっか漏れが出てると嫌だなというところをなるべく漏れがないようにバッチリ肉盛りしてやると。液の上にまだ固まってない上にパテがグッと押し付けて入ってくると。2番目で3番目にこの液のものを少しまた塗ってやって、であんまりまあほじんないようにパテを蜂さんのしてやって塗ってやって、今度はテープを1枚入れる。でテープっていうのはガラスクロスはほどけちゃうわけよ。だからこのテープはちょっと見てください。テープは長さ切るだけで端はばらけないわけ。ああこういうふうに編んであるわけ。うん、それがガラステープってやつで、それ巻いてったりさして交換の修理とか使うわけ、はい、うん、とそのテープを補修このパテの上に、はい、1枚貼って、で6鉢でラミネートしてやって固めてやる、眼振させてやって。でガラスだからよくさ眼振するからさ、だからそのあらかじめそれテープを施工する幅に切ってやって、うん、やって用意しておくと。でそのそれがテープね、はい、でテープの上に今度はクロス、それクロスカーボンとガラス繊維の編んだもの、それを2枚貼ってやる。そうすると強度がすごく上がる。これを二重にするとか、それを2枚貼る、ラミネートして2枚貼る、はいはい、と鉄板の厚みとは言わないけど、コンマ5が鉄板じゃない、はい、でこれもっと厚いじゃん、はい、どうせ 3.2 とかですか。ああじゃあ3枚ぐらい貼ってやれば、ある程度強度はできる。だからクロスを3枚分、その6815をバインダーでクロス3枚貼ってやる。そうすると鉄板の強度というには程遠いけど、かなり強度アップする。でじゃあクロスを3枚ね、3プライだから3枚貼る分ぐらいを切っとく。であと残りの1枚テープ、もう1枚テープ貼って、だからそうすると5枚の5プライの、すごい厚くなる。厚くなんないよ、鉄板が 3点いくつだったら、はあ、だからちょこっとそれは包帯巻きぐらいになるけど、うん、それでしっかり固めてやる。で最後にテープ貼ったら、今度は残りの83と6815を混ぜて、ペースト状になるからそれをヘラ塗り。そうすると金属アルミ状の金属グレーの、ペースト状ぐらいになる。でその後、フィルム、カバー、はい、フィルムをローデン、これポリエチのフィルム貼ってヘラナスリで気泡を除去して固めて光沢してやると。そうすると圧着できるじゃん、はい、うん、でベタベタしないしさ。でそれで施工終わりで、明日になったらこのフィルム剥がして、
で、なんかあの遠赤でも電源でもあれば炙ってやれば、炙っといてやればそれで一応完璧と、はい、いうパターンになります。で、それが施工の要領。明日電熱を加えればいいんですか？明日、あの乾くのに、はい、あの硬化するのに、はい、多分一夜かかるの。で、今冬だからさ、はい、12月だからさ、はい、まあ余計時間かかる。かかります、はい、で、どうでしょうかと、はい、で、やるのは、はい、6815が、はい、大体20分から、はい、ぐらいのポットライフで、83はあの同じく呪言ぐらいじゃない、ちょっと短いぐらいだから、トータルでもこれやれるのが、はい、まあ30分ぐらいのところでフィルム張りまで、仕上げて、まあ遅くても40分ぐらいで1時間以内で施工をしまいというパターンでどうでしょうか、はい、質問することはありますか。テープ切って、はい、そのラミネートするの切って、はい、あと上にかぶせるフィルムとか、はい、ナスルヘラを用意しておくっつパターンですね、はい、で、下地の施工はもう完璧だと思います、はい、じゃあそういうことでやりましょう。で、なんか確認しておくことある？結構暑いじゃないですか。暑いですよ。これにそんなに染み込むもんなんですか？うん、それに、十分染み込みます。はー、うん、で、染み込むと、はい、その白と黒のまだらでしょ、はい、それが黒一色になります。あ、そうなんですか。はあ、その白がほとんど消えます。だからそれが、染み込んでいくか、はい、染み込んでいかないかの目安、はい、っていうふうに僕は考えてます、はい、で、実際にそういうふうに試作してるんだと思う。だから、血管が分かるの、はい、あの樹脂入れてって、ええ、白いとこがあると、はい、それは血管だなっていうパターンになると、うん、大きな面積塗った時に、はい、そういうためのクロスでガラスとカーボン編んでる、まあコスト安くするつもあるけど、カーボンだけだと高いけど、はい、あ、はいはい、うん、だからそれは真っ黒のベタ黒になった時に、そう、うんうんうん、だからフィルムかけて上からなすった時にベタグロにならないといけないんだと思う、はい、そういうことです、はいはい、じゃあそれだけ切って用意しましょう、はい、塗ってみようね。どう、それでその厚みまではいかないけどさ、でも結構厚いですよね。あ、本当だね、うん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 、そんだけ厚ければ十分でしょ。そうですね、うん、それで黒になって、はい、あそこのところに入れば、まあある程度納得はするわね、うんうん、それが一応補強材料みたいになるからさ、こうなってこうなってこうなる、そう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 です、そうです、あ、うん、そう、それが抑えられればね、うん、いいんじゃないですか。どうでしょう、はい、納得、うん、納得、うん、納得するよね。ほら、だからスカジーのバケツ、ストラットタワーだけだと弱いからさ、はい、バケツ、はいはいはい、補強、はい、ダンパーのところ、こういうところ、そうそうそう、ショックアブソーバーのところ、はい、付け根補強したの、鉄板補強したの、はい、それほら、スカイラインのその競争車だと、はい、800万するとかなんか言うんだった、それな、